はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージュです。ではファミスタクライマックスドリームペナント続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、タイガースとの3連戦ということで、このタイガースとの3連戦は今ひとみちゃんが言ってるように天王山ということで首位攻防戦になります。でタイガースとのゲーム差 2.5 ゲーム差あるので、ここで3連勝3立てできれば逆転、逆に3連敗するようなことが万が一にでもあれば、もうその時点でゲーム終了ということになりますので、まずは1戦目2戦目ここ確実に勝つために頑張っていきたいと思います。で残念ながらですね、田島が怪我をしているというのがあるので、田島の代わりに信頼できるリリーフ投手を1人入れていく必要があるというところになりますね。まずは点を取られないこと、先制点を取ること、このあたりがポイントになってくるかなというふうに思います。でオーレンドルフは一旦下げるというか戻しておいて、でスタンリッジを下げて、ここにそうだな、誰を持ってくるかですが、今日はズバリ大谷だろう、大谷頼むぞ大谷っていうのと、あとは、ここに持ってくるリリーフ投手ですけど、確かですね、リリーフで言うと、宮西はパワースライダーか。誰かフォーク持ちいたと思うんだけどな。山中？いや山中も剛速球で、増井はパワーフォーク、じゃあ侍ジャパンだもんね。田口でもスライダーだもんな、しかも先発。あれ誰だったっけ、山中先発だもんね。で増井はパワーフォーク持ってるけど侍ジャパンだから使えないっていう独自縛りを入れてるん でバンデンハークは先発でしょ、宮西はスライダー、千賀はそもそも侍ジャパン、則本、まあ、サファテも先発だし、いやサファテリリーフだけど剛速球でしょ。誰だったっけなー、もしかしてそんな投手いなかったとか、なんかいた気になってましたけどね、完全に。そういうこと？そうなるとしょうがないな。リリーフで、剛速球以外のボールを持っている人間となると宮西ぐらいしかいないもんな、不安残るな、西野をどううまく使っていくかだな。そうなると宮西、いやー、やっぱ宮西しかいないのか、もう一回見てみましょう。山崎はツーシームだもんな、ツーシームは危ない。かといって、サファテの剛速球だったら、まだ宮西だな、やっぱ宮西にしましょう。いやー、そんなこと言ってると、宮西に失礼ですけどね。ワンポイント投球術をつけていきましょう。で、マーティンもついてるし、西野もいいし、大谷翔平も大丈夫だよね。大谷にこの初戦を任せましょう。大事な初戦を。タイガース打線、ヤクルト打線は本当に怖いバッターしかいないんで、まずはメッセンジャーか。抜けないね。
メッセンジャーの9位は A プラスか。落ちろ。落ちないよね。遅いボール。第2球は、これは見逃せばボールかなというボールでしたね。これもセカンドゴロですね。さあまずは糸井だ。いやー、相手打者にすると怖さしかない糸井ですけどね。力が入りますね。ここは本当に力が入る。なあ、抜けるか。これセカンドまで行かれるかな。あー、しまった。守備の送球のミスがあったね。こういう負けられない試合でね、今みたいなミスが出ると痛いんですよね。これは犠牲フライには十分だな。1点先制点。なんともですね。一塁へ送球を間違えるというミスがなければ、あるいは、まあ、ただこの高山の当たりでダメでした。おっと、アウトにならないか。アウトになるかなと思ったんですけどね。危ないな今のも。なんとか1点で踏みとどまらないと。これは入るのか、入るのか。入らないけどタイムリーになるね。原口にタイムリーか。で、鳥谷でしょ。本当に怖いバッター続くよな。なあ、鳥谷の頭、ボールもセカンドの頭を越えていくね。まあ、サードでさせましたけどね。いやー、まずは打たれたか。3点。この3点取り返すの容易じゃないですからね。まずは畠山が1点返してくれたけど、柳田が続いてくれればいいですけどね。まずはこのメッセンジャーをノックアウトしないと話にならないですね。よし、柳田はうまく打ってくれた。糸井は本当に肩もいい。全てが揃ってるな。よし、これでノーアウトランナー三塁二塁でレアードだ。チャンス持ちのレアード。よし、レアードが続いてくれて森ですね。ここは剛速球の前に空振り。2球続けて剛速球。ここでメッセンジャーも、なあ、あ、今のは痛いな。ただここで大谷だ。まだ大谷だ。よし、大谷が自らのバットで同点ですね。まずは同点、最低限同点。ここはうまい守備でしたね。今の抜けてればさらにチャンスが続くかというところでしたけど、まあ、ショート北条がうまく打ちまし、守りましたね。うまい。自分で言ったけど助かりました。これはさすがに無理か。さあここでメッセンジャーのところで代打が来るか来ないか。来ないですね。せめて追い込んでおきたい。で、1番糸井ですからね。1番に糸井ですからね。そしたらここは西野を出しましょう。
ここは何としても三振が欲しい。よし、田島がいない以上西野に踏ん張ってもらうしかないですからね。さあ2番からの好打順、メッセンジャーを打っていきましょう。ここはまずは初球剛速球、今度は一転して緩いボールですね。菊池の打率がいまいち上がってきてないけど、ここはツーベースになるでしょう。まあ、いくら糸井の肩がいいと言っても菊池の足も今スキル発動して総力 A になってますからね。フィルダースチョイスをうまく誘ってノーアウトランナー二塁一塁で畠山。よし、畠山がこれは二塁までいけるでしょう。勝ち越しですね。ナイスバッティング。でここでもう強振を使い果たしたので、ここからはミート打ちでしっかり、打線をつなげていきましょうって言っていると、柳田がミート打ちでスリーランホームラン。さらに坂本もミート打ちでソロホームラン。いや、これ完全に試合捨ててきたかな。メッセンジャーまだ続投ですか。ちょっと森のあたりは上がりすぎですかね。そしたらここは西野をそのままバッターボックスに立たせましょう。まずは北条からですね。なあ、抜けるか。4点差あるとはいえ油断はできないですからね。まずはワンアウト、確実にワンアウトずつ取っていきましょう。4番福留、福留のところもフォークを多投でいいでしょう。まずは振っては来ないか。振ってこないですね。そしたら西野のスタミナがちょっとでも残ってるうちに投手を宮西に変えていきますか。今のは 3-2 でも良かったかな。まあ今更だな。これは鳥谷にツーベースかな。よし、これでゲームセットですね。まずはタイガースとの初戦、なんとかという感じですね。ただこれで田島がね復帰してくれないと厳しいよな。オーレンドルフが何をしたんだっていう感じもありますけどね。上がってますけど経験値が。いや、大谷が打たれたけど大谷が自分のバットで返してくれたっていうのがね勝因ですかね。さあ、今日の先発は、まあ、オーレンドルフが入ってると思うので、オーレンドルフを下げてというところにはなりますけどね。オーレンドルフと大谷をチェンジして、大谷を下げてだ、大谷のところに、まあ、先発ですね。今日の先発誰にするか、まあ、武田かな。無難に武田か。もう枠井はないと思うので、まあそうなると、まあ、武田になりますよね。
あとは肝心のというところなんですけど、宮西のところに田島はまだ復帰できないよね。田島の怪我がどんくらいだったかちょっと確認しておきましょうか。田島はというと、田島の怪我はまだまだだな。しょうがない。そうなると今いる先発陣で踏ん張ってもらうしかないですね。よし、これでいきましょう。今日勝てばいよいよゲーム差が 0.5 になる。今日の先発は能見か。まずは初球変化球に空振り。同じようなボールに角中が2球続けて空振りですね。これはうまく打ちました。これ2塁までいけるかな。福留の肩強いですけど2塁まで行きましたね。角中でこれは初球を菊池が打ってレフトフライ。能見はフォークか。欲しいわ。能見とかマジで欲しいわ。よし、糸井がここで先制のツーランホームラン。ここに来てなんか打線も復調してきたかなって感じですね。2球バットが空を切って畠山の粘りが発動してます。畠山の足だとちょっと今の当たりだと、内野安打は厳しいですね。で柳田、このボール多いですね。能見は柳田はセカンドゴロ、大和がさばいてスリーアウト。ただし初回まずは糸井の先制ツーランホームランが出ています。で相手投手も、相手バッターも糸井。ここはもう武田は序盤から飛ばしていってもらいたいけど、一番嫌なのは フォアボールで出すことが嫌だったんですけど、もちろんツーベースを打たれる方がもっと嫌ですね。で北条ですね。この北条をきっちり打ち取れないと、もう数少ない打ち取りやすい、打ち取りやすくもないんですけど、そのホームランがないバッターですからね。数少ない、今のこの落ちるボールにね、高山あたりかは当てを出してくれ始めるとだいぶ助かるんですけどね。今のあたりで何、糸井は三塁に行けちゃうと。恐ろしいバッターだな。さあここで福留を空振り三振。なんとか0点で抑えましたね。先頭打者糸井にツーベース打たれたもののしのぎ切りましたというところで2回の表になります。能見のこの緩急は本当に打ちづらい。どうだ、ちょっと一伸び足りないかな。強振してればあるいは入ったかっていうね、そういう当たりだったかなと思います。でレアードですが、2点差っていうのはね、正直怖い点差ではあるんで、ここは追加点を取りに行きたい場面ですね。これは見逃し三振。これはポップフライですね。どうしよう、ここはもう一回投げさせてしのいでくれると。うまいね、我ながら。いいですけどね。鳥谷もこれはうまくさばいたゴロを
もう鳥谷クラスが今みたいなね、なんていうのかな、イージーな番頭でアウトになってくれると助かりますね。じゃあ武田のところには代打を送っていきます。でピッチャーも能見から藤川に変わってきますね。ではこちらバレンティンを投入しましょう。これはちょっとバットの先だったかなーっていうところですね。で角中が出てくれたので、菊池からさらにクリーンアップへと続いていけるはずです。これはうまいね、大和の今の守備。いや前進守備であそこにいたからこそのゲッツーっていう感じかな。じゃあ西野を投入します。バレンティンからですね。違う大和ですね。大和もこういうイージーなバントでアウトになってくれると本当に助かります。でが代打で登場と。西岡ボール見極めてくるな。大丈夫か、これは切れていくよね。切れてきますね。見極めたか。で怖い怖い糸井、これはよし刺した。森が刺してくれると本当に助かりますね。今のも、糸井は正直打たれてももういいと。問題はこの北条、この北条を確実に切って取る。北条を出すとこの後はもう怖いバッターが続くので、よし空振り三振ですね。よしまずは2連勝ということで、最低限のところは3連敗というか負け越しだけはなくなりましたね。一番恐れていた負け越しだけはなくなりました。まあ、ただチャンスらしいチャンスはなく、糸井の一発で勝ったようなそんな試合だったからな。藤川球児、まあ青色カードの藤川球児はいらないかな。さあゲーム差が 0.5 ゲーム差、ここで首位を奪還しましょう。まあ、初戦メッセンジャーをめった打ちにできたというのは本当に大きかったな。では武田を下げて、今日の先発誰に任せるかというところなんですが、田島はまだ4試合無理か。スタンリッチ、まあ、大谷かな。大谷でいきましょう。負けられない試合なんで大谷を1戦目に続いて投入していきましょう。今日の相手の先発は岩貞ですね。決め球5速球。福留は肩がいいですね。今のあたりで角中が二塁までちょっと到達ができないと。おっと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 。よし、これでノーアウトランナー三塁二塁で頼りになるさよなら男糸井。ここは変化球に空振り。ここはしっかり見極めて、これも見極めましたね。ちょっと手が出なかったというのはありますが、
これでノーアウト満塁で満塁男ですよ。満塁男、満塁男畠山、ここでスキル満塁男が発動するとは思わなかったな。うわー、トリプルプレーだー。満塁男でトリプルプレーが出ちゃいましたね。ちょっとなんともコメントしづらいですね、今のは。さすがに絶対先制点が取れると思ってた場面なだけにちょっとショックは大きいですけど、ただここで大谷がしっかり踏ん張ってくれないと、まさかのトリプルプレーか。ちょっと痛いけど、ちょっとよ動揺が隠しきれないけど、とはいえこの試合負けられないことに変わりはないので、まずは大谷が無難に一回立ち上がってくれましたね。これはちょっと上がりすぎですかね。柳田のあたりは糸井が抑えます。うまい。今のはボールからストライクになるボール、うまいですね。でレアードになります。ここはちょっと1本欲しいな。レアードなしだと二塁まではちょっといけないですからね。森がつなげてくれれば大谷なんで、ただここは中途半端なバッティングになってしまいました。で相手の方はというと怖いバッター福留が続くので、ここはちょっと1球落としましょう。もう1球落としてもいいかな。よし、空振り三振ですね。で原口、原口も黄色ではないもののミート A パワー A ですからね。で、原口にはツーベースを打たれて鳥谷だ。まあ、鳥谷に打たれてこれでワンアウトランナー三塁一塁か。ここはどうしても三振が欲しいな。まさかのパスボールか。ここでここでパスボールはダメだよな。さらにホームランか。大丈夫だね。まずい守備も出てこれで2点ビハインドか。大谷がここで踏ん張ってくれればまだまだ。なあ、守備のミスだな。これも守備のミスだ。3点ビハインドか。厳しいね。ここは投手をマーティンに変えていきましょう。岩貞がそのままバッターボックスに入ってきたのは舐められたもんだな。では代打、まずは福留から出していきましょう。福留が福留のボールを取るっていうね。で角中ですね。これはしょうがない。こっからですね。こっからさよなら男糸井の前にさよならのランナーを出したかったんですけどね、ちょっとそうはいかなかったか。これでただ一発出れば同点。よし、まずは1点ですね。ゲッツーが怖いな、畠山の足考えると。
おっと大丈夫か。大丈夫だね。いやー今のはね本当によくあるランナーあライナーでっていうパターンだったんでねヒヤッとしましたけど、よし同点、同点でなおワンアウトランナー三塁二塁。ここで坂本、岩貞はノックアウトですね。ここは犠牲フライでいい。よし、犠牲フライで勝利だ。あ、まだそうか、勝利ではないんだ。なんかもう勝った気持ちになってましたけど、逆転をしたっていうだけですからね。さあ、そしたら守護神。おお、糸井か、怖いわ。ただここは西野にかけましょう。ってくれないか、しょうがない。ここはストライクゾーンで勝負するしかない。ナイスナイスとしか言いようがないな今のも。で北条ですけどね、ここ北条は確実にアウトを取りたいバッターにはなります。ただ全球見極めてくるね。ストライクゾーンでちょっと勝負するしかないんで、ナイスだね。本当にいい守備してくれますね糸井は。さあ追い込んだらウイニングショットで空振り三振を狙いに行きましょう。よし、いやー天王山3連戦もどれもねドキドキヒヤヒヤワクワクするような試合だったんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。ご覧の通り画面下左の方順位ダブルワンダリングルフィッシュチームが1位になりましたね。まあ、初戦はメッセンジャーをね、大谷が最初打たれたもののメッセンジャーを打ち崩して逆転勝利。2戦目はね、まあ、辛くもというところだったと思うんですが、この3戦目はより厳しい試合でしたけどね。さあようやくワンダーチーム首位に戻ってきましたと。最下位から不死鳥のごとく首位に戻ってきました。残りがあと6試合になりますね。残り6試合でまあなんとかね勝っていかなきゃいけないんですけどね。ただそのスキル戦法を使ってからは順調に来てるんで、まあ、ただヤクルトか、ヤクルトは恐ろしいチームですからね。とはいえ、まずはタイガースとの3連戦3連勝で、首位奪還というところで、どうでしょう、楽しみいただけたんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ここまでにしてですね、次回はヤクルトとの3連戦をお届けをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。